ダークネスゲーム、シラです。今回なんですけども、前回の動画にペッカ工場のガゴ型を使ってほしいというコメントがあったので、今回はね、使っていこうと思います。初心者でもわかりやすいように解説していくつもりなので、ぜひ最後までご覧になってください。ではよろしくお願いします。まずは一戦目、イブさんかな。よろしくお願いします。この手札は最初に特に動くものがないので、相手が何かするのを待つか、こっちからザップかガゴを打つ。あ、こういう時はディガに対してガーゴイルを打つといいですね。そうすることによってゴーストが手元に来たので、あとは相手の出方次第でこうやってゴーストを出したりできます。そしたら手札が手札なので、逆サイド工場とかに流してもいいし、あのアイス、こういう時は逆サイド工場にやって、そしたら相手は工場側にコストを割かなきゃいけなくなるので、キョスケとアイスウィザードはペッカで美味しくいただきましょう。さすがにエリクサーが足りなくなるので、右のベビドラは完全に無視して、相手ボムタワーまで使ったので、今コストほぼなさそう。おっと、これは、やばいですね。今、何が起きてんだろう。ちょっと、何も見えない。アサシンユーノが暴れております。というか、本当に何も出せない。いつまでこれ続くんだ。ちょっと、動画的に美味しいけど、バトル的にやばいので。あ、しかもユーノ出せない。こうやってウィザードとか来た時は言うの出せばおすすめなんですけど、お、出ない。全く出、お、出た。はい、出ましたね。ちゃんと右のタワーとかにもね、ベビドラ放置した分のダメージが入ってるので、ああいうディガーにはとりあえずガーゴイル合わせて、右相手多分受けがないので、ゴースト出した後、あのガーゴイルの前に工場刺してあげれば、こうやって相手、キョスケっていう6コストでかいやつ割いたら、多分何も止められないんですよね。はい、トルネ来ますが、まあ、トルネも虚しく、バーバリアンとガーゴイルが入っていきます。そしたら止める手段がないので、このキョスケには、まあ、とりあえずペッカを出して、相手のタワー左サイドもう折れたので、あとは防衛に徹してもいいですね。今のところ相手がどういうデッキかはわからないんですけど、とりあえずあのベビドラとかは完全に無視して、あのアイスウィザードはポイズンで消した方がいいかな。早めにポイズンとかで消してあげれば、こっちに来る前に倒せたりするので、まあ、ありがたいんですよね。ベビードラゴンのダメージはちゃんとタワーで受けて、エレビズを活かしながら、おっと、こういう時は早めにガーゴイル出してあげます。相手のディガーがね、まあ、あの位置だったら完全に無視して、トルネで引き寄せられた時は、ザップでちょっとバルーンを止めてあげれば、ガーゴイルだけで倒せます。ディガーは完全に無視してもそこまでのダメージはならないので、まあ、時には無視してもいいかなって感じです。で、今工場出したことによって、あとゴーストとかが回ってアイスウィザードも処理して、ボムタワーで相手受けるかな?受けない。あ、多分これ諦めたので、真ん中ペッカ出してあげましょう。相手が諦めた時は、こちらも潔くね。まあ、こちらも折らねば無作法というものっていう言葉がある通り、早めに、まあ、ぶっ倒してあげましょう。まあ、ペッカとエリキ合わせればタワーは折れます。そして次の試合行きましょう。はい、V4さんですね。手札がこういう時は、とりあえず工場を早めに出してあげる。早めっつうか、まあ、ちょこっと遅れてもいいんですけど、相手が何も出さなそうだったら工場出してあげていいと思います。で、相手スケルトンバレル、おっと、槍ゴブ来たんですけど、まずザップで槍ゴブを倒した後、エレビズで防衛してあげれば、一応ノーダメージはできるかな。で、相手テスラって工場は止められるので、一旦様子見ですかね。相手ギャング。結構コスト使ってる感じはするんですけど、まあ、とりあえず言うのがいれば、槍ゴブとかは倒してくれるので、まあ、様子見って感じで見ていきましょう。で、この言うのに相手が何使うかなんですけど、はい、今ナイト出したので、ガーゴイルでとりあえずスケルトンバレルだけを倒して、スケルトンバレルから出てきた骨たちはロイヤルゴーストで倒すって言った感じです。で、今ザップ構えちゃったんですけど、ザップは出さない方が良かったですね。で、相手今テスラ回ってるかな?回ってると思うんですけど、とりあえず工場を出すことによって、相手がギャングとか出しにくくさせます。ギャングにはゴーストがめちゃくちゃ効くので、工場の近くにゴースト出してあげると、まあ結構有効です。はい。で、今相手ディガー来るんですけど、もう本当に受けなんもないので、とりあえずペッカ出しちゃっていいかな。で、さっきギャング出してたので、ギャングに対してそうだな、ポイズンとか打ってあげれば、それっぽく防衛つが突破できるのかな。後ろにユーノとかつけて、あとガーゴイルも真ん中から出してあげれば、相手のギャングも多分倒せるかな。ここでザップ打てば、あ、そっか、ファイブあるのか。で、ペッカが通るか、通らない。通らないけど、まあ、槍ゴブとナイトごとき、ナイトもう一発当ててくれ。オッケー。で、そしたら、この槍ゴブもナイトも、ゴーストで倒してもらうことによって、相手はまた何かを裂かざるを得なくなると。ディガーとか来るかな?来ましたね。はい。
で、またディガーのね、後ろとかにスケバレつけられても面倒なので、ディガーだけバーバリアンで釣って、あとは2倍タイム来るので、エルビズで防衛しましょう。はい、バシュンと。そうすれば相手はテスラまで使うので、結構エリクサー使ったと思うんですよね。で、ペッカ工場っていうのは、基本的にこういう枯渇系に弱いので、あ、今、アドバンテージ、エリクサーのアドバンテージ、まあ、優位になったら、後ろからペッカを組み立ててあげるのが有効です。で、この言うのは、完全にギャング釣ってます。はい。で、ギャング釣らせることによって、ペッカの前にゴーストを出して、もう完璧な形を組めるんですよね。で、右のスケルトンバレルはもうガーゴイルだけで許容して、そうだな、こういう時ポイズン打ってあげれば、そうですね、槍ゴブとかもちょうどよく倒してあげることができます。で、ペッカも相手陣地に行って、ナイトもう一発殴ってくれ、オッケー。そしたら、もう結構攻めのサイクルが整ってきてるので、この工場の前にね、またペッカとか出してあげて、そしたらもう相手テスラがギリギリあるくらいなんで、今右にギャング使っちゃって、相手攻めのカード違う、防衛のカードがないんですよね。そしたら槍ゴブにザップ打ってあげれば、右結構ダメージ食らいましたけど、ペッカが通って GG かな。はい、GG ですね。グッドゲーム。では次の試合行きましょう。ベイバーズさん、よろしくお願いします。で、こういう時なんですけど、まあ、こういう手札の時は、相手の出方を伺ってから、ゴーストとか出すべきだったんですけど、まあ、言うのにはね、ガーゴイル出していいかなと。で、さらにここ5を使ってきたので、まあ、とりあえずゴーストで防衛します。相手、言うのと5あるっつうのが、なんかよくわからないんですけど、とりあえずこういう手札、今みたいなこの言うのだとか、ペッカだとか、エレキだとかある手札の時は、大抵の攻めに対して防衛できるので、あと、右サイドにバーバリアンも咲いて、うまい感じに両サイド振っていきましょう。で、あのエレビズは邪魔なので、ポイズンで早めに消し飛んでもらいます。で、まさかの相手、あれですね、ラム神器だったんですけど、ラムにはエレビズ上げてあげれば止めることができます。はい、そうですね。相手バーバリアンの防衛に U の使っちゃってますけど、多分エレビズが2発程度入るのでお得ですね。そしたら今度はこの U のもまたゴーストで防衛して、で、このゴーストもまた相手が防衛しなければいけない。おっと、マジアチャそこに出したらゴーストがね、まあやっちゃうんで。これは4コストお得ですね。おっと。このバーバリアンも放置しとけばタワーが勝手に倒してくれるので、6コストお得ですね。今の状態はもうエリクサーアドバンテージ完全に取ってるんですけど、ペッカを後ろから出しちゃうと、ラムがね、止めれない可能性あるんで、とりあえず U のとかで様子見しつつ、んでも相手多分防衛カード今ないんですよね。なので、ペッカコーにつけちゃいます。おっと、そうだな。インフェルノドラゴンはザップだけでなんとか抑えて、ラムはガゴで抑えましょう。そしたら多分ペッカがこれ、2発入って、あとは U のがペチペチしたらタワー倒せますね。はい。こんな感じで、相手のタワーを倒したい時の端前ペッカは、ペッカの防衛カードがおそらくないであろうっていう時もしくは相手にエリクサーが絶対ないなーっていう時に使うのがおすすめです。今のもう一回見てもらえればわかるんですけど、あの位置のメガナイトにあの位置の工場を出すことによって工場を無傷のまま通すことができます。結構使える小技なので、まあマスターすることをおすすめします。で、あのインフェルノドラゴンにはエレビズを後出しで出してあげて、で、あのエレビズも、バーバリアンも倒すことができると。で、ペッカが残ってるんですけど、とりあえずポイズンでマジアチャには死んでもらってっていう言い方もちょっとひどいんですけど、で、インフェルノドラゴンにも、まあ、ガーゴイルとザップでうまい感じに処理すると。で、ペッカは入らないけど、相手にメガナイトを出させたので、今度はペッカで防衛します。メガナイトの後ろにラム出してきたんですけど、あれはまあ、エレビズで止めれるので、何も問題ないですね。もうちょっとペッカ右側に出した方が良かったかなって気はします。そしたら相手、まあ、5を出したところでって感じなので、ユーノとかがエレビズ倒して、前にバーバリアン置いて、で、今度はロイヤルゴーストとかつけてあげれば、うまい感じに、まあ、処理ができるかなって感じで、グッドゲームですね。はい。ということでですね、まあ、こんな感じで、相手のサイクルをぶっ潰すのが得意なペッカ工場なんですけど、マスターできればめちゃくちゃ強いと思うので、ぜひ皆さんもやってみて、この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。